重川は、エチオピアの河川。エチオピア南部のオロミア州西部を水源とし、南部庶民族州を通って、トゥルカナ湖へと注ぐ。全長760キロメートル。流域全域がエチオピアに属する。水源は、エチオピア高原の標高2000メートルの地点にあり、そこから500メートルのトゥルカナ湖へと注ぐ。標高差が激しいため流れは速く、ここび滝などいくつもの滝があり。 船舶の航行はできない。また、流れが速いため大量の土砂を運び、トゥルカナ湖にある河口には広大なデルタを形成している。8月から9月にかけては洪水があり、エチオピア高原の肥沃な土が流域に堆積するため、周辺の諸民族はその上に、ソルガムやトウモロコシなど、穀物の種を巻き農耕を行う。川には、ワビ川やデンチャ川、 孫川などの支流がある。河岸には、ボディ族、カロ族、ニャンガトム族、ハマー族、ダサネッチ族、クエッグ族、ムルシ族など数々の民族が暮らす。オモ川の下流域からはアウストラロピテクスなど、個人類の化石が多く出土しており、学術的に貴重な地域となっている。そのここは、オモ川下流域として1980年に世界遺産に登録された。 重川は高低差があり、水量も多いことから水力発電が計画され、南部諸民族州に発電量1870メガワットのギルゲルディベ第3ダムが建設中である。このダムによりエチオピアはケニアやスーダンなどに電力を売却し外貨を得ることを計画している。一方で、このダムの建設によって従来の反乱源での農業が困難になるほか、 すでに砂漠化によって水位が低下しつつある、トゥルカナ湖がさらに縮小するとの懸念もある。2006年には大洪水が起き、456人が、歴史史2万人以上の人が8月16日まで5日間避難を余儀なくされた。ありがとうございます。